ジオネーム名古屋ん大好き名古屋ん大好き、俺通りもんが好きだね、福岡のね。ね、美味しい名古屋、口パサパサするんだよね名古屋ね、名古屋ん大好き。拓也さん、加藤ちゃん、こんばんは。先日の鹿児島ライブ最高でした。泣いて笑ってジーンと来て鳥肌立って、一人でリアクション取りまくりでした。なんといってもリクエスト友よ歌ってもらえた、あのあれだね、すごくこうデコレーションされたさ、モールがチラチラチラーっとついたさ、ねえ、あれを作ってくれた子だね。本当に本当にありがとうございました。拓也さんに歌ってもらえたこと、会場のみんなで歌ったこと、絶対に忘れません。私も剛さん、拓也さんを原点に知り合ったたくさんの仲間の皆さんを思い出しました。思い歌いました。アピールしまくって失礼しました、でも会場で名前呼んでもらって幸せでした。そして打ち上げ会場にて剛さんの98年奄美ライブの MC 聞けて感動ね、ありがとうございます。またどこかで聴ける日を楽しみにしてますとくれましたね。名古屋の大好きね、本名分かっちゃったけどあえてじゃあ ラジオネームでね、ここは、終わらせておきたいと思います。あの打ち上げの時にね、あのほらジェイソンの時のさ、あのなんだ寄付だ、協賛のくれたあの寄付だにね、当日来れなかったのにさ寄付してくれて、それをねずっと持っててくれてね、あれをやっとこうあえてねこうサインをしたんだけどもね、名古屋大好きね、また鹿児島でライブできるように頑張るからさね、それまで元気でいようね、ありがとう。それじゃあ今週も張り切っていきましょう。拓也長渕のよーく似てる10分フライデー、再びゴー。いやしかしね、この間の公開収録たくさん来ていただき、たくさん盛り上がっていただきありがとうございましたね、この収録の模様はね、来週のよく似てる10分フライデーからですね、2週にわたって、余すとこなく余すとこはありますが、2週にわたってね放送しますんで、楽しみに待っててね、ね暑いね、しかし毎日ね、うだるような暑さですけども、加藤ちゃんはやっとクーラーがね手に入ってウファウファでしょうけど、私のところに原付はまだやってきておりませんね。今日も帰りどうすんだって感じでおりますけども、だけどね、これまあ冗談みたいな感じで言ってたじゃない、全然これ聞いてない普通に普段付き合ってる友達からね、なんとなく話してみたらね、あれよすく歌っていうもんで、なんくれるのって、あいいよあげるよって話になったわけよ。これがねえ、おじゃあちょうだいよなんて話して、免許持ってんのなんか原付ぐらいお前車乗ってんだからさって話したら、そうだね 125cc なんだよ、わかる、なんつ小型2種っていうの、限定のねやつなわけよ。これね難しいとこだよね。これまあスクーターだから一応、今ほら俺いろいろ調べたわけ、オートマチック限定の、2種もうね、それだけの免許もあるわけよ。だから、まあ、多少値段も安いし、一発で取るその確率とかもね低いんだけど、ちょっと撮ってみようかなと。いやだってなんていうの、あれなんだ中型っていうの、バイクのあれよりは全然簡単なわけよ。まだこっちの簡単っつってもさ、一発で撮りに行くってなかなかよ。これね教習所買うとね7、8万かかるんだよ。そうなのよ。それが一発であれば、あれまあ一回受験っていうのはなんていうのか分かんないけどさ、そういうのまあ大体4000ちょっとぐらいに受かればなんか1万ちょっと足して、まあ1万2、3000ぐらい取れるのかな結局。
だからそのどれだけこけ何回目でその成功するかぐらいの強い心でいかなきゃいけないんだけど、ちょっとやってみようかなと。うだうだしてるより、まあ、そういうのも面白いじゃない。俺時間ないけど時間ないから一発でちょっとねやってみようかなと思ってさ、久々にちょっとなんていうの、車取った時以来だからさ、交通ルールのああいう引っ掛け問題みたいなのやってみたらね、意外とこれが難しいんだわ。引っかかる引っかかる。ちょっと一個、じゃあ加藤ちゃんね、もうはっきり覚えてないけど、バックするときに、車だよね、バックするときに、バックするときのみ、シートベルトを外しても良い、丸か×か。これさ、俺たち普通にやることない？バックするときにちょっと見にくいからこう外してこう見たりするじゃない。やるけど法律的に丸なのか×なのかって聞かれたら、バツ？うん？どっち？外しても良い丸かバツか。外してはいけない。正解は丸。外していいんだって。うん。で俺もびっくりしたよ。だからいいんだなと思って。でそんなことねえ、普通にやってっからさ。いや法律的にはいいのかな、あれ理由書いておいてほしいんだよね、なんで丸かなんで罰かっていうのをさ。書いてあるやつもあるんだけど、書いてないと なぜかが分かんないじゃない。それは見にくいから丸なんだろうけどさ、そういうね、だ俺もあこれは引っ掛けっぽいなと、これはそう言っといて罰なんだ、いかなる時もシートベルトは走行中は外してはいけないかなと思った思いきや、これが引っ掛けなんですよね。頑張って勉強します。おし、おし。そんなこんな毎日ですが、ね、またこれ取れたら報告しますんでね。洋服に出るやってる間に取れればの話ですが、報告したいと思います。じゃあですね、メールがもう一個来ております。これ結構ね長文で来ております。タクタク初めてメールします。結構慣れ慣れしい感じの、メールですね。改めてエッチな加藤ちゃん。ね、認識度が高くなってきてるね。エッチな加藤ちゃん、スタッフの皆様、スタッフの皆様も来てますね。いつも我々を楽しませる番組の企画&運営、本当にありがとう、感謝します。素晴らしい。さてと何度も何度も言ってますが、拓也と出会って人生がまた一つ面白くなった、この一言につきます。拓也を通じたタクトモ、これさ、つよしフレンズね、つよし仲間、つよしを好きな同士で集まってる人たちのこと、つよともってまあ言う傾向があるんだけど、タクトも確かにね、俺を慕ってというか、こう応援してくれるみんながタクトもって呼んでるのかな。タクトもとの交流、楽曲ごとに驚かされる構成、ライブの瀬戸りなどなど、一つ一つが最高のひととき、こんな瞬間を与えられる存在に出会えたこと、まさしくタクヤは至宝ですね。至る宝。なんでよ。まだうぬぼれるなと。まだまだだと。どっちそれ。あ、わおな。それ、あーだったんじゃない、残念な感じ。わおね。ちょっともうちょっと分かりやすいやつにしといて、それ。手法ですね。以前、まだ拓也の輪がこんなに広がる前、メールで上記と同じような文を綴ったら、拓也が電車の中で読んで、涙が止まらなくなったと言っていましたね。ありましたね、そんなことがね。今までこれほど人から大事な存在だと言われたことないから感激しちゃってと言ってましたが、その気持ちがこっちにもとても響いたのを思い出します。今は輪も大きくなり、拓也を必要としている人がかなりいるのだから、これからも自分を大事にしなくっちゃね。ライブの舞台では決して泣かないという拓也の涙、いつか間近で見たいな。これからも共に走っていこう、応援メッセージに変えてと来ております。なかなか熱いメッセージがね来ております。結構まあこの文章を読むと身近な人だなっていう気がしますけどね。ラジオネーム、お尻を狙う男より。ここで一気にねストーンとね落ちちゃうんだな。これ
このくらい褒めておけば何かもらえるかなとか、ちょっと裏があるね、この人ね。もうバラしますけどね、山梨の羽田さんですね、この人ね。羽田さん、ありがとうね。いや、でも本当に嬉しい。俺もね、羽田さんに出会えてね、去年の夏フェスのね、取り仕切ってた男ですけどもね、それから山梨のジュゲームなんかでね、何回か、もう3回くらいライブやったのかな。今年はカオルさんとね、それから慎吾ちゃん連れて行ったけども、本当にね、いつも力になってくれます、私のね、羽田さんありがとうね。だからあえて今日は羽田さんのリクエストは聞きませんけどもまた会った時にね、たくさん来てるからね、メールがね、うん、また会った時に個人的にじゃございますね。ありがとう。それじゃあいつものコーナー行きましょう。弾き語りのコーナー。加藤ちゃん、これいつもさ、弾き語りのコーナーの言い方微妙に変えてるの知ってる？知ってる？じゃあ、あんま面白くないんだね。あ、今日のは面白かったなとか。いや、狙ってないけど、あ、これ目の前でやってるからなんだろうね。バンドメンバーの慎吾ちゃんが最近すごくね、よく似てる10分のね、ファンなのよ。で、練習なんかで会うと、この間の弾き語りのコーナー言い方は良かったですねってね、言ってくれるんだよ毎回ね。だからね、変えなくちゃいけないのかなっていう気がして。どんな感じ？拓也さんの大ファンですと来ております。時報鳴っちゃってるよ、一回押すと。お前大丈夫か？拓也さん、はじめまして。三重県在住のペンネーム、いいねこれ、横島台風と申します。いいね、久々にいい、ラジオネーム来ましたね。これなんかラジオネームいい人なんかあげたいね、なんかね、ステッカーかなんかね、なんかなかったっけ、よく似てるのステッカー。あ、グッズにあるね、あれ売り物だからダメだね。なんかあげたいね、せっかくメール読まれた人にね、なんかね。横島台風いいですね。去年のカウントダウンコンサートお邪魔させていただきました。小学校の時からライブ89の CD を聴いては行けなかったことを悔やんだくらい大好きなコンサートだったので感動でした。ウォーウォーウォーの声から始まるクソったりの人生、ゴーストレートからのプンプンプンの流れ、どれも本当に素晴らしかったです。今回のホールツアーの京都、東京、鹿児島は仕事で参戦できなかったので9月22日ファイナルは絶対参戦します。ありがとう、待ってるよ横島台風ね。これから猛暑が続くので体調気をつけて頑張ってください。ありがとうね。拓也さんに曲のリクエストをお願いしたいのですが大丈夫でしょうか？ここで聞くかね。よし、じゃあ今日はね、横島台風のリクエストに答えましょう。ライブ81の CD に収録されているこれをやりましょうね。シャボン玉。いくつもの星たちが輝き始めると寂しさを思い出したんだ。だからと言って途切れた糸を手繰り寄せる惨めさもない。一人でいることの後悔ばかりをあいつのせいにするのはもうやめよう。が Lonely, Lonely, Lonely 君の愛と Lonely, Lonely, Lonely 僕の愛は静かに飛んで
消えていった。いつかのシャボン玉のようさ。息を吸い込めばため息混じりの歌が聞こえる。だからと言ってやがてやってくる気だるい朝を迎えたくもない。雲に隠れた満月の月にあいつのすべてを許してしまおう。ああ、ロンリロンリロンリ君の愛と、ロンリロンリロンリ僕の愛は静かに飛んで消えていた。いつかのシャボン玉のようさ。ロンリロンリロンリ君の愛と、ロンリロンリロンリ僕の愛は消えていた。いつかのシャボン玉のようさ。拓也長渕のよく見てる10分ファイル、再び今週の放送はいかがでしたでしょうか。いやもう8月も7日ねえ、てかもうすぐだよ、あれ富士オールナイト、もう2週間後だからねえ。 LINE 入ってる？みんなもう50万人突破してるよ。5分の1がこりゃほら大成功ですから、なかなか大変でしょうね。でもね、みんなで行こうね、富士にね。
それから富士の一月後はダイヤモンドホールあるし、俺もう時間なくてね、いろんなこと大体やと思うね。バンド、リハーサルも入りましたけどね、とってもいい感じ。また新たなメンバー、旧メンバーね、合わせてね、すごくいいディスカッションができてますんでね、期待しててくださいね。また、9月22日のね、ことはゆっくり話していこうと思うから、ね、来週からは、公開収録の模様を放送しますんでね、一週間、気張っていきましょう。拓也長渕でした。また会おう。